左フェンダー上の補助確認装置、ホンダ CR、V サイドアンダーミラーとは、ライトトラックや、スポーツユーティリティビークル、ミニバンなどに装備される、補助確認装置としての鏡面である。主に、日本国内で販売される自動車に見られ、目視やバックミラーでも解消できない、助手席側直近速報の資格を解消する、補助鏡である。多くは、 助手席側のフロントフェンダーに装着される。国土交通省、道路運送車両の保安基準に準拠する装備で、発信時、駐車時等の事故防止を目的とする。2003年に、高さのあるボンネットを持つ乗用車を及び小型トラック、中型トラックを対象とし、自動車の直前及び左側方左ハンドル車については、右側方の視界を、 鏡等を用いることなどにより確保する間接視界基準が導入され、自動車の前面及び左側面に接する高さ1メートル、直径0.3メートルの円柱を直接にまたは鏡、画像等により間接に視認できることが基準要件とされた。国産車と輸入車ともに新型生産者は2005年1月1日から、 継続生産者は2007年1月1日から適用され以降に生産されて日本国内で運行される自動車は直視またはカメラやモニターなどの画像により直前速報視界基準を満たしていない場合サイドアンダーミラーの取り付けが義務付けられるが初期状態の鏡やカメラを条件を満たすものに交換することは可能である基準以前の年式の車両は 任意装着とされる。大型トラックのサイドアンダーミラーは1970年代の保安基準が根拠となっている。キノコ様の形状からキノコミラー、トヨタハイエースなどキャブオーバー型車種の一部はガッツポーズに見えることからガッツミラーなどとも俗称される。日本国内で販売されたトヨタの SUV のように二面鏡として 速報と前方の両方が視認できる車種もある。日産、ムラーノ、日産、ジューク、日産、エルグランド、マツダ CX-7、ホンダ CRV、ホンダクロスロード、ホンダエリシオン、トヨタエスティマ、トヨタラブヨン、ハリアー、トヨタカローラルミオン、ルノーコレオスなどは、ドアミラーにサイドアンダーミラーを内蔵し、マツダ CX-5 は、カーナビの有無の関わらず、 全車にアウターリアビューミラー内蔵型カメラとモニターを装備することで、それぞれ常実の保安基準を満たして、フェンダー上にサイドアンダーミラーを設けていない。ホンダのプリズムアンダーミラーは、プリズムで左前輪付近を視認する。ランドクルーザー、ムラーの CX-7、日産、エクストレール、デュアリスはサイドカメラのモニターで視認する。 日本国外市向けでは、エクストレールのマレーシア仕様、ヒュンダイテラカンの韓国仕様に装着されているケースがある。大型トラックの左折巻き込み事故が頻発した1970年代に対策の一環として取られた装置で、1978年に大型トラックに運輸省通達で義務付けられた。1971年5月に衆議院の交通安全特別委員会で、 大型貨物自動車の運転者席を低くすることによる他の車両及び歩行者などの安全性を確保する上における利害について検討し、早急に結論を得ること、と決議されるが、大型車の左折時の巻き込み事故が続発し、1978年に再び国会で問題となり、千葉大学教授田村みの左折時の事故を防ぐためには、 左運転台以外にないとする案が国会で公表された。運輸省と自動車工業会は対策を検討したが、対象者種について、自動車工業会は8トン積み以上もしくは、車両総重量が14トン以上、運輸省は5トン積み以上、車両総重量が8トン以上と、それぞれを主張して対立した。 運輸省自動車局が1978年10月4日に大型貨物自動車の左折事故防止のための緊急措置についてを通達し11月1日以降に生産される大型トラックについて以下を規定したサイドアンダーミラーの新設歩行者、自転車の運転者等がより明確に指認できるための補助方向指示器の新設歩行者等が 車体の下へ巻き込まれないようにするための側面防護装置としてサイドガードの改善。1979年3月15日に使用過程にある大型車について既存車として保安基準を改正して暫定対策と称した。以後、左折事故件数は若干減少した。補助確認装置について運輸省は常に全てを指認することは難しいし、 それだけで100%安全とは言い切れない。しかし常に全てを視認する必要はなく、確認が必要な時は対応できるように装備されるべきとした。昭和末期からのバブル景気がもたらした RV ブームで SUV の販売台数が急増すると、車高型会社種による左直近付近の子供、巻き込み事故も増加した。1990年代前半に、 日本国内の自動車会社は、国内市向けの使用に補助確認装置を装備した。2003年以降は、国土交通省の保安基準に準拠するものとされている。軽自動車、小型自動車及び、普通自動車新型生産者、2005年1月1日以降に製作された自動車継続生産者、2007年1月1日以降に製作された自動車1、要件2、適用除外。 ありがとうございます。